どうも、テラクルです。今日もミンゴルやっていきましょう。ですね、まあ、前回の動画で蛇行が低い、低弾道のギアを探してたんですけど、これは出ねえなと思いまして、やり方を変えることにしました。ということで、その内容のものをツアーでゴルフでちょっと見せていこうかなと思います。うん、クラブセット、ドライバーはトリックアトリートで固定でいいかな。で、フェアウェイウッドのところでインペリアルゴールドクラブ、こちらですね。これをグレートショットクラブ2にしといた方がいいか。まあとりあえずこれでいいでしょう。うん、やりたいことはまだ説明はしないんですが、なんかね、ちょっとひらめいたんですよね。誰にしようかな。まあ試すのは悪くない。うん、うん、試すことは悪くない。ちゃんまつさん、レッツゴー。まあまあまあ、勝つとか負けるとか、まあそうですね。行きましょう。376は飛ぶのか。まああんま考えなくていい。うん、相手23だったので、まあ半々かなと。2打目狙う人なのか、まあ3打目2打目でつける人なのかって思ったので、これでいいかなと。で、次ですね、祝砲375。負けるかもしれないのか。負ける可能性ある。どうでしょう。いいですね。どう負けた。おー、勝った。じゃあちょっととりあえずこれしとこう。勝ったんで勝ちましたよと、勝ち申したと。うん、ドラコン対決は勝ったということで、まあ相手が何をしてくるかというと、セコチですね。これはセコチですよね。うん、最初はやらなくていいかな。っていうか、もうレホ使っちゃったのでいいか。まあヒントというか、やりたいことはレホだったんですが、まあこのホールは使わなくていいですね。まあ当然使うようなホールではないので。ラフ、まだ霊砲残ってたね。霊砲を使ってもいいけど、まあまあまだその実際試す場所じゃないので、ここではいいでしょう。うん、入りました。じゃあここ大丈夫かな。わかりづら。よかった、決まった。今相当わかりづらかった。ラインが見えんかった、全く見えんかった。あの背景もめっちゃ似てるところでやってしまった。うん、まあ、とりあえず決まってよかったです。はい、
まずは一生と。それで、まあこちらですね、ちゃんと課金したんで優勝コインが2万6000あります。なので思う存分またやっていこうと思います。では第2戦やっていきましょう。誰にしよう、これ優勝コインちゃんと管理してないとたまに食っちゃうんだよな、ガチャとかで。だからそこだけ気をつけないといけない。 PNM35 レッツゴー。名前しか見てなかった。下のレートは見てませんでした。パーフォー、パリスロ。最初、そこか。なるほど。さあ、行きましょう。どうしよっかな。前回というかこの前の動画で大失敗をしたので、その大失敗をしたところからやり直すっていうのは一つありかなと。この辺ですよね確か。失敗したからこそやり直す。ここかな。あんまりいい場所じゃないよねこれ。よくよくここか。ここがいい場所だ。とりあえずもっと後ろからでも決められるんですが、まあそんなには。いいですね。さあ行きましょう。なんだろうな、自分の普通を今見せた感じなんですけど、これ左に行ったら負けるな。これワンチャン1800があるんで、いいですね。どうだろうな、1800ない、まあ別にいいか。祝砲じゃなくて霊砲か。霊砲でもまあ大丈夫でしょうね。うわ、ちょっと待って。ああ大丈夫だ、焦った。まだ、まあまあまあ急いで急いで、セッティングは急いで。はい、ダメだ、今ラグった。もうちょい待ってればよかったんですが、しょうがないですねこれは。ラグったんでもうしょうがない。ちょっとプレイがずさんすぎましたね。何か見せてくれると。ナイスショット。おお、すげえ。どうすんのそれ。それわかんないんだな。1800出たか。1800出たなら今のショット決めてても負けてた可能性はある。よし。ということで、まあしゃあないですね。これはしゃあない。じゃあ次行きましょう。めげずに。誰にしようかな。時刻は9時20分とか10分とかなので、2402か。レッツゴー。
一斉かな。2402サバナ。全然だな。さあ行きましょう。場所見ようか。場所。あーそこか。そこだったら、まあ、2打目狙う方向で行きますか。風があるね。いやじゃあ祝砲、祝砲にする意味よ。この旗のところが結構大事かもしれないのか。旗がここみたいな関係ある？まあいっか、打つか。今またラグってるな。どうどうどう。一応狙えるみたいですね。さあ行きましょう。霊峰。2打目でどうするかだな。ただ自分の次のショットはえげつないっすよ。ここはちょっとやってみようかなっていう、いいですね。試しの場ですね。まあでもあっちで決められるならその方がいいか。どうなんだろうな。つけるんだな。さっき霊峰じゃない、祝砲外した。霊峰外したのか。だからもう一回。弱いな。ほう。うまうまいと思う。それで、さらに祝砲とか違うかな。これでなんか決まりやすくなるとかあるかなと思ったんですが、これ違うな。あー入ってね。25秒、ちょっとまずいか。17秒、15秒、10秒。相手は中に入れたんだよね。そしたら武士道でいい。弱いね人って。武士道から離れられなくなってる。どの道か。よし、OK。かなりの安牌ショットだな、これは。どうだろう、どうだろう。これで負けるパターンある？武士道か、武士道。5007、5007をさっきのショットで稼いでたら負け。5007以上なってたら負け。どうだろうね。見ますか。
相手の今のポイントが5007以上あるかない。だから勝ち。うん、クルパー決めてほしいな、せめて。そしたら、うん、ないか。うん、どうかな。おっと、よろしい。やったー、勝ちました。うん、1800がなくても勝てると。はい、お呼びですか。じゃあ第4戦ですね、やっていきましょう。誰にしようかな。結局か。うん、高秀。2449。レッツゴー。2449微妙やな。ノーザン。でもね、もうノーザンも怖くないぞ。ノーザンも怖くない。ちょっとやっぱオカルトになるんだな、これは。相手のショットが先。オカルトにはなるけど、まあやらない理由はない。うん、霊峰。ジャストショットのを狙う。うん、でした。なるほど、そこか。うん、ナイスショット。ナイス。頼むぞ。狙って、どういう風に狙ってたの今。2.3。さあ行きましょう。じゃあ自分も狙うか。あー、そっか。全部ダメ。うっそ、マジ。マジか。これもダメな。これだけか。そしたら、ないな。いやー、30秒。30秒って言われても困るな。入ってない。入ってないね。全然入ってないね。ダメ。ダメダメダメ。時間も足りなさすぎた。しかも全然入ってなかった。いやー、やっぱり武士道にしたのがダメだった。うん。お、誰にしようかな。いや、無駄な巻きをしてしまった。うん。白サバさん。2478と。レッツゴー。サバはいいの、ここか。行きましょう。場所見ますか。場所前と同じですね。そしたら、で今度は、うわー、えげつね。これは全然、超パで信じて打つか。距離だけだと信じて打つか。うん。ナイスショット。相手よりも遠くへ飛ばすイメージ。いいですね。
多分遠くに飛んだので相手の2打目にはならないはず。霊峰、おお、ナイスショット。セミラフ。おお、あー、え？相手は何を打つのか。30秒を切る。じゃあセコチ以外にはないということだな。もうセコチしかない。ああなるほど。チョウちゃんで、チョウちゃんでそこか。ああなるほどね。いいわね。いいね。当然。そしたら、でも赤じゃないんだよな。赤が一個もないんだよな。これまずくね。1個赤あるね。209か。それなら、もう武士道か。これの武士道、なくはないか。そしたら、あるね。ワンチャンあるな。今、ちょっと歪んだけど。ちょっと歪んだけど、信じるぞ。信じて打ってみた。ないか。今ちょっとねハマったけど合わなかったね。そうですね、後打ちでも失敗したってことですね今の。ああでも霊峰で決める。拡大とかじゃないんだ。はあ、あ、じゃない。え、ああ、そこか。いや、一瞬スパイラル打つかと思った。ナイスショット。外す。8.6。ラディーチャンス。おお。いや、相手悪くはなかったけど、なんで外したのか。はい、相手の事故で勝てました。なんていうか普通のちょっと違うことやろうとしたんですけどなかなかうまくいかない。まああのコースが出てないだろうな。グリーン狙って勝負。2557と。レッツゴー。まあ、分かりやすいですね。ミサイルでやりますってことですね。普通に2557でつけて勝ってる人は、うわーここか。さあ、あー死んだか。死んだな。霊峰最高にいい場所、最高にいい場所で打とう。ここかな。ここが最高にいい場所だ。ナイスショット。いいですね。フラットになってればワンチャン。相手もだな。相手も、まあ、もう自分はもう最高のショットを打つためにやっただけですから、相手は自分より前に打てば
それで十分いいと思うけど、そんなことはしないのか。ナイスショット。ナイスをしとこう。いけるか。何かを狙ってるような気がする。いいですね。262。ちょうちゃんでつけるのか。なるほど。ナイスショット。1メーター以内でナイスをします。マジ 4.4 メーター。4.4 なら勝つよな。赤で、そしたら、チャンスでいいか。霊峰か。あっと、これ 4.4 なら勝つよね。ちょっと待って、そしたらワンチャンあるか。風を考える。もう狙わない系で。ちょい弱めでもいいか。 OK。多分いいところに落ちると思うよ。よ？いやーダメか。ちょっと待って。いい勝負になっちゃうこれもしかして。あーダメだ。負けるわ。いやー。そうっすね。弱めだったな。いやこれはどうしようもないよね。すいません負けました。狙えばよかった。普通に考えてここ違うな。狙うんじゃなくてあっちだ。あれでよかったんだ。あのホーミングショットで誰にしようかな。ホーミング礼法でまあいい感じになったね。それすらやんなかったのがまずったね今のは。おこれはリベンジマッチですね自分にとっての。レッツゴー。自分にとってのリベンジマッチと。ファーファイブ。ゲロン、またかよ。さあ、行きましょう。これは届かないか。届かないんだよな。さよなら。なので、チャンスにしとくか。ここをチャンスにすることで得られるものがあると。するならばまだ自分あの見せてませんからね。あの何でしたっけ、ライジングを見せてないので、相手はまだその実際のプレイスタイルは知らないはず。で、自分のショットは、そうですね。相手の方が、ショットの力は弱いはず。ナイスショット。
なのでまた相手が先に撃つと。そうだ。うん。いいですね。よし。じゃなかったか。うん。そしたら、決めるわ。武士道でいいかな。相手決めてくるかな。どう思う。うん、入ったと思う。ダメか、ダメか。風？何が悪かった今。まあこれ2敗ですね。1ダメ飛ばすべきだったか。2敗が2連敗だな。今回はチャンスある。相手のクルパがあるかない、ないか。ないね。相手はクルパない。なるほど。いけるか。相手クルパないならちょっと遊ぶか。イーグルチャンスだ。とりあえずこうしといて。レイホあったね。まあここが普通か。勝ってない？大丈夫？勝ったよね。勝ってない。勝ってない。ダメだった？ああ、勝ちました、勝ちました。はい。わずかな差ということで、まあ、勝たせてもらったというか、クルパがあったかなかったかぐらいの差。まあ、そうです。名残惜しいですが、そうですね。あんまりやってもしょうがないんで、この辺でやめましょう。4勝4敗な感じするね今回。まあショートホールを1打で決めるっていう動画を撮りたかったんですが、そんなことはなかったぜと。はい、凡作でしたね今回。今回のプロツアーは凡作でした。いいところあったかな。枝豆ボール。ボールあんまり磨いてないな、ボールは。クラブ学習のボール。ちょっと、スズメの涙かもしれないけど、ボールちょっとだけレベル上げますか。今使ってる当選鏡ボールとか。もう本当にスズメの涙だよな。でもえげつないボールとかもあるような気がするけど、このボールも結構レアリティ高いんですが、どうなんだよね。いけるところまでいくか。
めっちゃボールのレベル上げてる。レベル8だって。レベル9までいった。パワー46、コントロール16、インパクト14、っていう程度。これに対抗するのはやっぱりダイヤモンドを行く。ダイヤモンドのレアリティはどんなものか見ましょう。トン。思ったよりは28、28、28ですよね。こっちは58、20、18。まあコントロールとインパクトが、ダイヤはまああるのかなっていうことか、マックスで。そしたら他行くとしたらこれか、インペリアルとかスリングとか。パワーは35か、これ28で、こっちは58ですから、当選級やばいな。この58を破るボールはあるのか。34、35、あーないな。やば、当選級やばくね。あ、当選級やばいわこれ。あ、当選級やばかったわ。当選級やばいけど、パワーはどうでもいいのか、ある種。だからもう到達してるわけですから、この辺だな。45、奥義ブーケ。奥義ブーケはまあそれはそれなりにですね。これはカンストいきそうですね、奥義ブーケは。ただまあ使わないのであげませんけど、ダイヤモンドあげときますか。まあこれも使う時が来るので、今じゃないですけど。はい、レベル6まで上げましたと。いいですね、28が3つ並んでるのはいいかも。コントロールとインパクトはやっぱり高い方がいいと考えると、インパクトがとにかく高い。38までいく。インパクトか。まああとコントロールも大事だから、これはありなんだろうな。カクテルボールはあり。38、38はいい。ちょっと他もちょっと見ましょう。38、38はいいね。29、35、ドリームスロットボール強いな。どうどう。これジョーカーボールえげつない。48、48、この辺美味しいか。パワーは23。ジョーカーボール使うとき来るかな。ローズブーケえげつないな。なかなかいいっすね。ウルショーも悪くない。インパクトがね、まあないんで。枝豆ボールを使えばパッドインパクトとパッドコントロールがさらに上昇するっていう、まあこれもある意味やり方によってはありか。ゾーシュレットボールが自分の中では一番ありですね。これはインパクトがとにかく上がるっていうだね。インパクト39、49だもんね。インパクト70、超新規ボールやば。こいつが一番やばい。36、36、28。
36、36、28、ゾウシルエットが今のところバランス的には高い。でもそれ以上に超新規ボールはちょっと使ってみたい感じはある。うん、どうだろうな、コントロールが46、うん、インパクト38、うん、グレショも頑張ればなんとかなるか。インパクトが40、45、まあこんなところですね。いや、面白いものが見れました。超新機の70とゾウシルエットの26、49、28、この2つですね。ゾウと超新機もう使うことないと思ってたんですけど、ゾウと超新機の性能を若干ちょっと確認した方がいいな。ネイチャーパワー、パワー50アップ、まあサバンナリゾ、いやー使わねえ。カスタム調理術か、調理術はありかもしれないぐらいだね。ということで超新機見ましょう。超新機は、うーん、超パワーがプラ4はありだね。チャンショットがプラ2。うーん、なるほどね。チャンショプラ2は美味しいかもしれない。かもね。っていう体か。なるほど。ただ、インパクト強いのかな、これ。インパクトは50。元が50だ。元が50で、こっちはインパクトは110。な、もともと60か。だから50の差があって70で埋めるっていうだけか。あんまり意味ないですね。うん。はい。すいません。ちょっとボールを見てました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。